まずいって、まずいって。僕のもらった手紙、朝日奈の手紙を読み返したらエモかったわ。エモかった？ちょっとね。もう、エモエモ、もっとエモエモになろうよ。ってことで、ねえ、エモエモといえばさ、6日の土曜日にさ、あるじゃない？エモ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 のやつ。ねえ、こう、朝の10時30分からライブがあるんですけれど、こちらね、チケット2000円でめちゃくちゃ安めとなっておりまして、さらに25分枠となっていますので、ねえ、エモエモになりたい方、本当にぜひおすすめのライブとなっております。お、嫁じゃん！よ、よ、お疲れ、ありがとう。30分枠の？りょうじ？大手町三井ホールさん？いいんじゃない？ いいじゃない？え、めっちゃやばいよ。めっちゃやばいよ、ちょっと。え、マジで？え、りょうじ、会える？そう、今日から予約開始されたね。大手町三井ホールさん。28日のね、日曜日のライブなんですけれど。いやー、マジで。時間が16時20分からで。そう。で、30分枠の枠なんですけれど、マジで、マジで頑張りたいライブです。間違えて、室町行かないで。そう、その前にね、室町もありますので、ちょっと、1日全部空いてるなって方は、ちょっと12時40分から室町三井ホールさんでもライブがやってる。三井ホールさんでね、ライブがありますので、もう一日中 TA 女子と楽しみましょう。もうさすが俺、さすがのフリー、さす、俺のフリー、さすがだね、さすがだね。さすがだね、そう。いやー、マジ今日のコーディネート、近所の奥様か、本当に？これ近所の奥様かないよ、全然。ようって感じ。とりあえずフルで5曲は会えると思うので、よろしくね。待って、りょうじ、会えるの？じゃあ。マジで点上げなんだけど。点上げスコスコだよ、本当に。マジで。え、もう書いちゃうよ。りょうじって。りょうじ。行事。大手町。ありがとう。こんばんは、こんばんは。このコメントしたら、そういうことしかないでしょ。もう、チケット予約取れますので。もう、取ってくれてる？さすがにもう取ってくれてるよね。来月会うか考えとる。え、もう絶対会おう。来月。で、ああ、大阪？大阪行っちゃう？龍、大阪行っちゃおう。そう、なんかね、ちょっとさ、あれなのよ。いつまでだっけ？え、ヒデピ、キャップ何が？何がいつまでだっけ？あれ？チケット交換？ワンマンの。大阪遠征のタイミング悪すぎて泣いたんだけど、いやー、マジで泣いた。泣いた。そう。あのね、大手町三井ホールさんと、
この大阪のね、遠征の大阪2日間あるじゃん。ちょっと同じところなんですよ。なので、ちょっとね、大手町ミステリーホールさん、ちょっと頑張りたいんです。なので、もし空いてるよって方は、ぜひ会いに来てほしいんですけれど。あ、ワンマンのやつ？ワンマンのやつは、20まで。3月20まで。え、アサイナバスケット、メドレーのゲーム？嬉しい！ありがとう！ 13日。仕事じゃけ、授業、あ、本当に？ 14？ え、マジ最高。ホワイトデー？え、書いちゃうよ。マジ最高。そう。で、同じところっていうのは、主催者さんが同じで、そう。なので、ちょっと、マジでメタメタ頑張りたいの。ありがとう。大阪遠征あったら行く気満々だったの。近すぎて行けるわけがなかった。マジでギラギラだった。しかもホワイトデーじゃん、14日。ちょっとね、私たちすごいいい特典もね、ちょっと考えてますので、お楽しみに。本当に。今日の朝日泣けてるな。ありがとう。ありがとう。わかった、ありがとう。明日のライブの、あ、昨日のライブのアーカイブ見忘れたのを思い出したの。ちょっと見てきて。そして、さらにヒデキャップ？ちょっと、会いに来なさい。もうね、ほんと、会いに来なさい。ちょっと、でも一回見てきなさい、アーカイブ。ちょっと TA 女子、最高に楽しいライブなので。大阪行ったらお返しもらえると。うん、もらえるよ。もらえる、もらえる。もらえるよ。もらいに行こうよ。13、14。大阪遠征です。はーい。いいな、大阪。行こうよ、大阪。大阪行こうよ。一緒に。なんでやねん、しようよ。そう。そう。乗せない。乗 せない。あとね、アサイナのプロフィール欄にもう予約できるライブが載ってあるので、ぜひそこから飛んで予約してください。絶対もう TA 女子予約ってお願いします。本当にね。2ヶ月続けて会うことになるとは。やばい、嬉しいやんけ。嬉しいやんけ。2ヶ月続けて。いいね。楽しいね。楽しいね。会えるって楽しいね。二代ならいいよって言ってくれたんだよ。氏家はね、氏家と朝比奈違うから、一緒にすんな。比べんな。キリありがとう、おしゃぎ、おしゃぎ、ハロー。ねえ、ちょっとさ、大手町、もう、勢い余ってね、なんかね、予約しちゃってね。ねえ、なんで、え、それさ、あれか、移動できないのか。あれは、お仕事は。
あのさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なになに？行きたかった。え、マジで来てほしかった。本当に。本当に。もう本当に。え、あれは？ねえ、キリ。室町三井ホール。12時40分から。なんだべさ。なんだべさ。12時40分からなんだべさ。今、そのチケット残りわずかになってるんですよ。だからちょっと、いけるよってか、ってか、もう早めに、もう今すぐ予約してほしいです。20分セトリ。ジェットコースターみたいな20分セトリです。ニヤニヤ。話変わるんだけど。エスカラ落ちたのは、あれよ、勢い余って。なんかすごい、こう、ケチャしてたら、勢い余ってこけた。12時40分か。そう、12時40分から13時。で、物販が13時5分から14時15分。いけるね。会えるね、キリ、会えるね。ちょっとね、朝日奈、ちょっとパワーアップしたのよ。あそこの場所。キリが、いいねって言ってた。あそこの場所がちょっとね、歌いやすくなった。なんか、やっぱ最初と違うよ。最初と変わってるので、ちょっと成長を見に来てほしいところです。それあるね。え、もう、ねえ。そう、チケット借りそうなやつ。なんかね、もう、なんか時間的に、こう、分かれてて、こういう感じ。え、でも、あれかな？椅子にが、なんか時間的に分かれてて、で、A 席が4列目以降なんだけど、そこは、あれか、みんな一緒だから大丈夫なのか、分かれてない時間は。でも、なんか全部、あれ、残りわずかって書いてあった。焦ってるやつ。枯れそうなやつ。ちょっと見てきて、見てください。勢いありすぎてした。スタンプで隠したわ。ありがとう。本当にすごいっしょ、あれ。芸術的だよね。よかったでしょ。動画頼んでくれて、電波一。よかったね。でも嬉しかった。動画撮れて。本当に。ありがとう。ライブか、現場で見るライブはやっぱり楽しみ。そうなのよ。翼、そうなのよ。あれだよ。10日、キリストだよ。10日。ななこの生誕祭。生誕祭。翼が近い、キリスト。ツイートしてる。あ、でも朝比奈のさ、今、ショールームのプロフィール欄あるじゃん。そっから飛んだ方が早いかもしれんよ。そしたら、そこを押したら、大抵も載ってるから、誰が出るとかもわかると思う。置いとくよ。そう、なんかさ、マジでさ、なんか、こう、重要なライブは、ちょっと分かりやすくした方がいいのかな、とか思ってきて、こう、重要だよ、みたいなことを、その、朝比奈のプロフィール欄見れば分かるんだけど、書いてみた。そしたら、あれ？全部じゃね？ってなってる。そう。なんか、たくさんの人がこう会いに来てくれたら、また一段階
なんかもう、また違う世界が広がるライブがほとんどで、そう、重要って書いてあるのは、あれ、もう、そう、また一段階、新しい世界に広げることができるライブを重要って書いたんだけど、全部だった。そう。なので、なんかみんなも連れて行きたいし、朝比奈も行きたいから、よろしくお願いしますって感じなんですけど。ね、頑張って、痩せるし、朝比奈も。痩せるから。ちゃんと、みんな、痩せる姿を見に来てください。こんばんは。こんばんは、こんばんは。あ、あとさ、ちょっとさ、朝比奈痩せるっていうさ、ツイート、ファボしてくださいね、皆さん。頑張るよって思うから。10年いけたとしても、前物販伸びの20、10から20分で。そうなの？あ、その後にお仕事ってこと？重要なのは分かりやすいと、予定組みやすくなるからありがたい。嬉しい。そう、そうなんだ。嬉しいとか言って。そうなの、全部なの。だから今、本当に大事な、大事というか、全部大事なんですけど、そう、なんか TA 受賞をワンステップ上に行けるようなライブが、全部なんか、それしかこう、入れてないので、山さんも。なので、ぜひ、一緒にワンステップ上がりませんか？一緒に見たことない世界を見に行きませんか？お誘いです。いや、朝比奈は僕的には痩せなくていいよ。いや、すごい、脱いだらすごいんだから。ガチ引き上げしないと、けんすけ。しないと。なんすよね。え？ ガチ。引き上げしないと。いけんす。いけす。いけんすげ。これは、これ A 席は時間分けないのかな？あ、多分分けないんじゃない？A 席は。うん、なんか分かれてないよね、時間ね。多分分けないと思う。に？いや、違うんだよ。行事と比べても。その前後に仕事は前後にあんの？前後にあんの？あ、せいちゃん僕の半分よ。え、マジ？いや、キリと比べても。ゆうきょさん、それはそう。それはそうだよ。あ、セキュリティさんありがとう、川内さん。川内さん。前物販、10分、20分参加して引き上げないとない、いけないスケジュール。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。じゃあ、そこを知って、かっこよくね、登場して、かっこよくチェキを取って、かっこよく去っていくみたいな感じになるってことですね。でも、そうな、もう、前物販で楽しませるしかないじゃん、朝日が。私たち。
もう全力で楽しませるわ。会いに来てくれたら。シャキッと登場？じゃあ、フルフル、久しぶり、ありがとう、来てくれて。どう、元気っすか？フルフル。さりげなくね、フルフルね。かなえのアバターなのよね。かわいいよね。ありがとう、来てくれて。チゲット！ うまい！ちょっとキリンうまいんじゃない？チゲット！仕事前なのでスーツで、あ！素晴らしい！かっこいいスーツですね。え、めちゃくちゃ楽しみ。ありがとう、キリン！ハート。え、マジで嬉しい。え、もう、ガツンとやりますよ。見ててください、本当に。仕事前にライブって恥ずかも。え、ね、え、え、絶対楽しいじゃん。絶対楽しいやつじゃんね。ふわふわして、ふわふわして、ね。お仕事に向かおうね。で、先輩とかに、お前今日、肌の調子良くないかって言われようね。ありがとう。かっこ。キリ。もろ、もろ、待つ。すごくない？三井ホール。三井ホールはしごだよ。教科、翼。マイ物販。オッケー。あ、もちろん元気だよ。嬉しい。よかったわ。もう本当にフルフル元気だよ。早く会いたいね。お仕事中抜けでこっちや。お仕事。あ、出た。無限。お仕事中抜けこっちだよ。お仕事。しても楽しいのよね。嬉しいね。楽しいよね。もう、領事もね、お仕事だからだけこっちでお仕事してくれるんですか？第4日曜日は13時からだけど、よく前日に朝から入れないですか？って電話来るのね。あ、ちょっと、あらあらあら、まずいんじゃない？その場合どうしよう。断っちゃうか。キリー、断っちゃおう。いいよ。その時ね、いつもさ、言ってるでしょ？その日ぐらい、もう、断っちゃおう。すいません。いや、もう出ない。電話に出ない。あ、こんばんは、大好きです。ありがとう。まあ、現状の確認できるレベルなんですけど、まだはっきりとわからないよ。あ、じゃあ、ちょっとうまいこと言って、あれがなくなるかもしれない。ってことか？そうだといいな。そうだね。普段から外交入りまくってるから問題ないでしょ。問題ないね。TLC に会いに行きます。席に会いに行きますって言ってね。それでもさ、ね。和太鼓入り分かってるから、オタクできてるみたいなところあるけど。回よね。ありがとうって言って。代わりに、朝比奈がキリーさんのお仕事出ればよくないですか？いやいや、違う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 。りょうじさんそれだじゃないんだよ。そうしたらあれ、どうする？あれ？ TA 女子足りなくなるけど。大丈夫か？あ、代わりにキリが出ればいいか。ベースは消えない。あ、消えないんだ。じゃあ、会えなくなっちゃう方が確率が、そっちの方があるってことか。ピエンだ。それはピエンだ。それはピエンだ。それはピエンだ。あ、ちなみに使ってまーす。
今使ってるノートです。あ、ごめん、ありがとう。あとさ、キリーがさ、この前さ、ツイートしてたさ、なんか、その、ちゃんと子供たちに言わせられたか、みたいな。自分たちの意見を言えてくれたか、言えたか、みたいな、あったじゃん。あれ、めちゃくちゃ本当にわかるって思って。なんか、セイナも、保育園と幼稚園とかの実習してたときに、本当に、わかる。マジで、本当にわかる。なんか日誌とか書くんだけど、それに書いてた。まあ、あまり想像したくないけど、それもしたくない。それはしたくない。それは嫌だ。僕、おばくろ指さされなら、フリーなんとかなるので、入ろうとしてんじゃないよ。ちょっと、中学生向けの、ちょっと難易度内容だけど、頑張ってね。え？ちょっと、でも、寄り添うことはできるから、寄り添うだけ、寄り添うわ。あ、使ってくれ、そう、使ってる。え、めっちゃ使いやすい。また欲しい。ありがとう、本当に。あ、YXZ、どうもどうもありがとう、来てくれて。YXZ に当日券があるお知らせ当日券あるよお知らせね。大手町三井ホールさん、当日券あるよ。時間が16時20分です。ステージの上で自動するけどダメです。あの、もう生き生きと踊ってください。先生、ここが分かりません。そうだね、分からないね。先生、ここが分かりません。そうだね、分からないね。そうだね、分からないねっていいの？あ、一回ね、飲み込むってこと？それは。そうだね、わからないね。あ、そっか、わからないか。じゃない、なるほどね。YXZ じゃないです。知ってるよ。でもいいの、アサイナは YXZ って呼びたいから。待って、三井ホールもう売れ切れたん。マジ？マジで言ってる？どっち？室町？大手町？どっち？綺麗。いつですか？当日があるのが大手も、日曜日。日曜日の16時20分からの大手町三井ホール。日曜日、日曜日。日曜日だよ！現状で言えば10よりも3月27日行けば、おー！言ってたね。桜ホール？マジ激アツ。翼、激アツ。あ、そしろ。本当に痩せるんですか？まあ、痩せます。見ててください。見ててください、本当に。見ててください。え、吉郎も痩せるでしょ？一緒に痩せようよ。あ、日曜日仕事か。じゃあ今のところ当日あるよって、ちょっとイベントが。あっ、あれは？27日の土曜日は？
XYZ 通る。次のライブだね。12時20分から。のやつ。ルーム？はあ、ファンルームのやり？のやつ。え？やり？やりって言ってた？ やるじゃなくて、やりって言ってた。あ、とととと、とととと、こんばんは。とととと？多分、とととと久しぶりじゃない？10分かわいいのに、もっと可愛くなるんだよ。毎日体重教えてくれるんですか？アスリーナ的に今あげようかなって思ってるのは、どうしようかな。最初1週間に1回だと思ったんだけど、週1だと、なんか、そこまで変わるかなって思って、3週間に1回あげようかなって感じ。それかもう、あ、体重変化せよって時にあげるとか。週3かな？週2、週3。もう場所出てたのか。多分。言っちゃったかな？ スローは、予期して痩せたもん。え、じゃあちょっとさ、もうさ、オタク活動始めたじゃん。だからちょっと、会いに来て。見に来て、朝日奈のステージ。土曜日も仕事、ピエン。27行かなきゃダメ。行かなきゃダメだね。うん。12時20分から、すごい、行かなきゃダメですね。あ、日曜日のツイートね。朝日奈さんに共感していただけるので、ちょっと、すっきってなりました。今更 そう、でもめちゃくちゃわかるって思って、アセイナもそれよく考えてた。あと先生にも相談してた、それ。なんかいつもやるなのに、そう、ミスっちゃった。毎日あげるなら僕がデータ化し、あ、待って、え、嬉しいかもしれない。ちょっと待って え、データ化してくれるの面白いんじゃない？待って、キリ、ちょっとキリ あり、すごいありだよ。すごいありだよ。発表するなら毎日の方がいいですよ。毎日？本当に？毎日見たい？アセイナの体重。公式スケに出てますよ。ああ、じゃあよかった。出てよかった。次会うときはわしも痩せとくわ。待って、それ以上痩せるの？ 今いい感じじゃん。きれい、きちい。社畜して痩せました。痩せたね、本当に。でもさ、ふっくらしてまた痩せたよね。あれさ、服着て、体重測ったら意味ないからね。もちろん、脱いでるよ。言い方。脱いでる。だから、なんかさ、ちょっと反射して見えないかなと思って、このスタンプをこう貼ったね。まあ、見えても大丈夫な格好で測ったけどね。よくチッタで主催している社長さん。現場でいいな。ああ、嬉しい！スクショ見せて TA さん。本当に？宣伝してくれたの？マジで嬉しいんだけど、ありがとう。そっか、あれ、オタ活してるのか。そうだよ。だから、会いに来たら、27とかね。土日かな？吉野は土日だね。結局僕、価値観の押し付けだからね。まあ、そうだね。そうなんだよね。人それぞれさ、考えてるさ、こととかね、思ってることとか、なんか違うからね。ダイエットコンサルタントケリー、よろしくお願いします。変化。お米を雑穀米に変えたら地味に金持ちがめちゃおい。あ、マジでそうなの？いや、雑穀米美味しいよね。でも朝日奈ね、そんなね、お米食べないんだよね。
でもなんかイメージで恐縮だけど、思ったより軽いなって思いました。ちょ、本当に思ったより軽いなって思った。まあ、いいでしょう。そう、なんか、そう、あのね、じゃあちょっと目標言うわ。あー、りょうじ、目標なんけどな。そう、なんか目標ね。目標は43とかなんだよ。でも、なんか、47以降行ったことがないの、アセヒナ。だから、ちょっと46とかには一回してみたいなって思う。で、そこで、45目指すみたいな感じ。なんかあるじゃん。なんか、ここからは、なんか、結構高い壁があって、こっからはちょっと、動かないみたいな。あるじゃん。なんか、ダイエッターさんはわかるかもしれないけど、なんか。そう。だから、47、46は一回見てみたい。自分の体重計乗って。って感じ。3キロ、いけないじゃん、3キロぐらい。ちょっと3キロ一緒に痩せよう。セグラホールは懐かしいな。最初の前は、じゃあちょっと翼ね。そんな桜ホール待ってるよ。27。3月27ね。アイドルキャンプスペシャルってチッタのやつ呼ばれるかも。いや、マジでチッタ。チッタ出たい。ライブ見てくれた昨日の。嬉しい。ありがとう。楽しんでくれましたか？2019年の春物全然違う。そうね。いや、出たいわ、本当に。本当、偉いよ。それ、本当に？なんか、さ、よくさ、理想体型、モデル体型、みたいな。普通体型、みたいな。基準体型みたいなのあるじゃん。それなんか目標モデル体型みたいな。でモデル体型あれだよ。41キロぐらいだよ、確か。朝日奈155だから。痩せすぎないでね。うん。ちゃんと食べる。チャンピオンジャパン、ボソ。あ、見てくれてるね、今ね。正直言って、割とそれでは、自分では。次が例えば軽くなるんじゃね？いや。頑張るよ。いや、本当に、でもなんか、あれ見たいの、本当にね、46とか45っていう数値を見たい、体重計で。そう、マジでね、47の壁がでかすぎて、痩せると朝比奈の魅力がなくなる気がするのよね。あと1キロ、1、2キロ。弦くらいがベストかもよ。本当に？でもさ、1、2キロだと、46とか？ 46？ いいんじゃない？あなたは筋質だ。あ、そう、本当にそう、筋肉質なの、マジで。よくわかってらっしゃる。マジで筋肉。もう本当に朝比奈筋肉って感じ。なんかいいな、熱いな、それも。そう、暑いな。それ暑くない？エモくない？それね。そう、だからちょっと桜ホール会いに行くよ。アイドルは踊るのが仕事だから、痩せすぎると体力なくない？そうなの！だから体力がなくならない程度に。あ、見終わった？ヒデキャップ。ヒデキャップ見終わった？もうほんとすごいっしょ。もう、会いに行きたくなったでしょ。もう、本当に。マジでね、ヒデキャンプ土日ね。土日空いてるからね。日曜日ね。日曜日。あ、日曜日。2現場あるよ。お、なんか痩せる必要ないのに、痩せたいっていうのを見ててしまう。いや、いい感じね。あと、あさりな顔もね、ちょっとね。ここね。
こうなくしたいから、こうこのね、二重顎をね、昔から生まれつつ二重顎がある、二重顎がない、朝日の筋肉、うんうんうん、やめてキリ、やめてちょっとやめて、なんだどうした、どうしたキリ、食事に使うくらいを倍、なんだ、食事に使う時間を倍くらい、あーなるほどね、食べる時間をゆっくり噛むってこと、だから痩せすぎたらダメってことよまあとりあえず46みたい、さっき思ってたより軽かったって言ったな、もっと上でもいいんじゃねって、あ、そういうこと、いや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 、まずいって、え、そこめっちゃ例えば、え、ここやめなよやめなよ、日和語、日和語ドタイプはまずいよそうすれば、え、あ、基礎エネルギーと使用するエネルギーのバランスが生まれ変わるはずだから、そう、落ちやすくなるかも、お、最高じゃない、でもあれね、なんかこう朝日奈の理想とするあれはなんかほっそりっていうより、棒みたいなほっそりっていうより、なんか、筋肉がついてるほっそりって感じ。え、多分、アセイナそれしかならないと思うけど、なんかそんな感じ。筋肉がついてるほっそりって感じ。二重、あの、あれね、え、でもあれで取れるのかな、ポッポってやつね、あれ、今の関ちゃんが大好きやでって今なんだけどなあ、そういうこと、そういうことずんで、わかんない、もっと好きになるかもしれないから、一回ね、一回46目指すわ、じゃあ46目指す、ほんと行ってみたいんだよな、46の世界に、もう TA 寿司がワンランク上のこの世界を見たい。そして朝日奈も46の世界を見たい。うん。一緒に見に行こう。どんな席もでも大好きだよ。ありがとう。どうせ俺僕と結婚するんだから、どっちでもいいんじゃね、調子乗んな調子乗んな、僕は今だ朝日奈が好きなんだよね、やかんないよ、なんか痩せてもう同じこと言ってるよきっとみんな優しいから、これ以上好きになったらガチ恋になっちゃうから危ねえなガチ恋になっちまえ46になったらお祝いに焼き肉行こう、素晴らしい、46位ね、あ、スタンプカード受け取った、受け取ったちょっと早くね、そこの現場に行きたい、そして早めに行ってランチ食べる吸収率や運動量が変わるわけじゃないから、モデル体型にはならない気がするけど、そうこれ以上早くなれたら結婚しちゃうっておすず、結婚しよう結婚しよう、個人的な意見ですがありがとう、スイちゃんダイエットするなら、ななこちゃんとユッキーもっと太れさ、そうなの、本当にそうなのよ、そうなの、言ってもっと太りだって、もっと太りだって言ってほしい、ガチ恋はしないって心に決めてるのでよし、一緒に限界を超えようぜ、限界超えてこ、もう本当にもう全てにおいて限界超えてこ、だって痩せたらあるものを、もうなーい、おいおいお前お前おいおい F だぞこっちは F だぞ、あ、こんばんはマヒこんばんはありがとう来てくれて、まあ僕はガチ超えたけどな、
いろんな人にガチ恋だけどな。結婚しよう。結婚。調子乗んな調子乗んなみんな。人気ローラー使ってるの使ってるローラーっていうより、あれ。あれ、使ってる。の、つっつっつって。でもさ、最近さ、あのさ、なんか、あれあるよね。なんか、櫛みたいな、なんか、小顔になるやつ。プッ、プッ、プッってやつ。プッ、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 プッってやつ。あれ、めちゃくちゃ効くらしいよ。で、すごい、20万とかすんだって。やばくない？いつか、いつか買う。あ、でも、さちゃんいつも結婚してるか。イェイ。関ちゃんにガチ恋させられる日を期待してるね。まあ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 、頑張ってみるわ。頑張って、自然体でいくわ、私は。あ、モンタ久しぶりちょっと、ありがとう、聞いてくれて。あれだね。レニーぶりだね。レニー、いつかレニー、あるよ。いつか、モンタ、いつか、金曜日、レニー、あるから、会いに来てね。F、F、違う、フリーじゃない。フリーじゃないよ。F で、F。F、折りたたみ式だから、ちょっと折りたたんでしまってるの。いつも。俺に痩せんな。痩せんでな、死ぬで。いやー、今度その体験聞きに行くわ。いや、聞かせに来てね。全然小金になったよね。もっといけるんだよね。ここ。嬉しい。あの、櫛みたいな美顔器って調べてみ、みーちゃん。おひさです、モンタさん。おひさです。おひさです。出会った頃と比べたら同じですか？本当にそうです。そして調子を乗るな。調子に乗るな。お、折りたたみ。折りたたみ。そう、あさりの折りたたみ主義だから、ね、4分割で折ってる。折りたたみ主義やな。そうやって、折りたたみ主義、こうやって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 しまってるから。ね。実質になってるんですよ。これ、なんか大、目標これ。目標これぐらい。とか、オーダーオーダーとか。とか、七子のセーター祭だよとか。セーター祭だよ明日だね。スタンバっててね。明日の8時だよ。スタンバっててね、みんな。あのね、ななこのセトリは、ちょっとね、いいよ。いいよ、すごい。ななこのセトリは、ちょっとね、かっこいい感じかな。かっこいい感じだから、かっこいい、うん。いや、まあ、いい感じ。なので、ちょっと。あとね、ななこのね、魅力をこう引き出す感じのセトリになってるので、明日のね、20時から予約が開始されるので、スタンバっててくださいよー、みんな、わかった。わかった。予約が開始されるから、スタンバっててね。また行けたら行くね。もっと違うよ。もっと違うよ。また行けたら行くね。じゃなくて、また行くね。だから、ね。もう、モンタ逃げるんだもん。レニーで逃げるじゃん。宿敵渡したいのに。もう宿敵渡したいのに、逃げるじゃん。だから本当に、なんか、だってさ、キースター以来さ、TA のライブ見てないでしょ？だから早く見に来てね。ガチ恋すると、後がしんどいって過去に学んでるから、どうしてもね。でも、今、ほんと、さきちゃんが一番。え、ほんとにやってるそれ。ほんとにやってる？ラブ。
嬉しいわ。そんな平べったいの。そうです、すごい、すごい収まってる、収まってるが。閉まってないとダンスが、そう。だからね、めっちゃ、あの、さらしって巻いてね、やってるのよ。手ぶらしかってこと、手ぶらしかビヨーンって伸びてるじゃん。あー、そういう感じかもしんないね。こんなこと言ってるけど、自分の方がやばい状態だから、それ、え、じゃあ一緒に頑張ろう、ダイエット。ダイエット、TA ダイエット部作ろう。きり痩せると闇闇になるから、そのままでいいよね。あ、それはいいよ。なんか、ね。闇闇はダメだ。闇闇の実は食べちゃダメだから、きりそのままで。で、キープしない、今の。今の体型、キープしよう。大阪で会うときは、ぶーち可愛くなっとるの、機械食は。期待しとけ。勝手にワイが好きな感じだと思ってる。勝手にワイが好きな感じになってると思ってる。大好きだよ。ってことは、A メロ入りのおばくろ入るってことだね。いやー、わかんないよ。また新しいやつ考えてるかもしれないから。新しいかもしれない。あ、みやび、こんばんは。こんばんは。ありがとう。